初日のこの1日休みというのは、まあ、どのようにというか普通に過ごせたんですか？リラックス。あ、初めてだったんですけど、うん、まあ、ゆっくり休みながら、うん、はい、まあ、ちょっとって感じですね、はい。で、当日のこのレースに関してはあまり影響も、あ、そうですね、はい、なかったですけど、うん、はい、あとはしっかりも先行して、ちょっとでも初日と今日見てる感じ、うん、先行があんま決まってなかったんで、まあでも自分も一応ファンに選んでもらって出てるんで、うん、お客さんもそう先行を楽しみにしてくれて選んでくれると思うんで、まあ、しっかり先行して、うん、まくられたらしょうがないぐらいの気持ちで思い切って、はい、来ました。その分の、まあ、結果としてしっかり3着まで残って勝ち上がりを決めた。それが一番大きいですね、うん、はい、まあ、3まで内容のある結果で3入れたんで、うん、よかったですね。今年その G1 に挑戦していく中で、はい、そのとてもいい勝ち上がりをつかめて2敗なんかも、はい、うん、先行で勝ち上がれたし、うん、やっぱ先行で勝ち上がらないと上上がった時に厳しいんで、うん、とりあえず先行で勝ち上がれるように、うん、はい、もちろんそのここで満足するわけではないというか、あ、そうですね、うん、前回宮杯が二次予選止まりだったんで、うん、まあ、明日はしっかりちょっとリベンジして、うん、また明日も、まあ、その先行基本で勝ち上がりたいなと思います、うん。大きな本当に、まあ、夢というと G1 の優勝というところに向かっていく、今のちょっとずつ階段を上ってるんだろうと思うんですよね。そうですね、うん、まあ、デビューしてずっと徹底選考でやってきて、うん、まあ、ここまで来れたんで、うん、もうとりあえず選考でタイトル取れるように、うん、なかなか今の時代厳しい、うん、まあ、見てる感じそのやっぱりスピード競輪だし、うん、ナショナルチームとかがちょっとすごいタイムとかでまくったりとかして、うん、抑え選考1本でもちょっとやっぱりそういう時代でもないかなと思う時もあるんですけど、うん、まあ、とにかく今はもう徹底選考でタイトル目指して、はい、それこそそういうのを支持して応援してくれるファンも多いと思えば、そうですね、うん、まあ、それのデビューからずっと積み重ねてきたことでファン投票も選んでもらって、うん、まあ、それをすごい楽しみにしてくれてるファンもいると思うので、うん、まあ、それを裏切らないように、うん、とにかく徹底選考で行けるところまで行きたいですね、はい、頑張って。石塚凛太郎の素晴らしいレースこれから頑張ります、はい、ありがとうございました。